井上康生、2回戦の相手はフランス代表テディ・リナー18歳。柔道王国フランスでドゥイエ2世の呼び名を欲しいままにする若き才能。いきなり実現した注目の一戦をスタンドからは本家ドゥイエ氏も見守ります。井上 VS リナー、海外合宿で何度も練習を重ね苦手意識はないという井上ですが、なんといってもリナーは身長2メートル2センチ、見るからに長い手足に翻弄され、なかなか攻め手が見つかりません。両者ポイントを奪えないまま試合時間は刻一刻と過ぎ、いよいよ5分の試合時間も残りわずかとなっていきます。振り手を切った井上康生、今言い上がってますからね、リナーが。これはどうか、足技でポイント入った。井上康生有効ポイント。おっと、場内のポイントはフランスのリナーに入っています。篠原さん、今どう見ましたか。はい、今、確かに、微妙ですね。微妙ですか。はい、さあ、角度を変えて見てみます。小内刈りを返しに行ったと、はい、見られても仕方がないですし、井上康生が小内でいきますよね。井上康生の小内刈りを取ってもおかしくないですね。はい、井上康生が先に小内をかけてますね。はい、微妙な判定ながらも、リナーが井上の技を返したとして、リナーの優勢勝ち。おっと、場内のポイントはフランスのリナーに入っています。篠原さん、今どう見ましたか。はい、今、確かに微妙ですね。微妙ですか。はい、さあ、角度を変えて。井上康生、2回戦の相手はフランス代表テディ・リナー18歳。柔道王国フランスでドゥイエ2世の呼び名を欲しいままにする若き才能。いきなり実現した注目の一戦をスタンドからは本家長い手足に翻弄され、なかなか攻め手が見つかりません。両者ポイントを奪えないまま試合時間は刻一刻と過ぎ、いよいよ5分の試合時間も残りわずかとなっていきます。振り手を切った井上康生、今言い上がってますからね、リナーが。これはどうか、足技でポイント入った。井上康生有効ポイント。ドゥイエ氏も見守ります。井上 VS リナー、海外合宿で何度も練習を重ね苦手意識はないという井上ですが、なんといってもリナーは身長2メートル2センチ、見るからに